はい、皆さんこんにちは。いやー、手に入れました iPad mini 第5世代ということでですね、今日はですね、こちらスペースグレーのセルラーモデルをですね、まあ開封して、まあもろもろね、チェックをしていきたいと思います。まあ果たしてね、その実力はどんな感じなんでしょうか。それでは行きたいと思います。はい、それではですね、こちらでございますが、ピロピロがね、なんかついてるんでね、これを引っ張ればフィルムが剥がれるみたいですけども、おお、かなりね、あっという間にね、剥がせてしまいましたけどもね。で、蓋の方ね、開けていきたいと思います。こちらね、開けていくと、じゃーん、おお、出てきました。やっぱりちっちゃいですね。で、こちら本体、ちょっとすいません、白飛んじゃいましたけども、で、ライトニングケーブルに、これが取説類、そして電源アダプターというね、ことでですね、まあ以上ね、4点というね、感じになるでしょうか。で、こちら本体のね、フィルムも剥がしていきますけどもね。で、まあこちらはまあまあいつものね、仕様ですけどもね。で、これ出てきたスペースグレーはね、ワントーン濃いものですね。で、こちら、そうですね、やっぱりサイズがいいな、これ。で、色の方はね、これかなりね、渋めに映りますけどもね。まあ、おそらくね、後で比べてみますが、11インチと同じですけどね、やはり片手で持ててね、両手で持ってもちっちゃくてね、とってもね、いいですよね。このサイズを待ってたんですね。で、電源アダプターは 10W がね、付属しておりましてですね、12じゃなかったですね、これね。で、取説類の方はですね、これ見るとね、このセルラーモデルなんでね、ピンが入ってましたが、これはね、あの折り曲げタイプの方のね、やつでしたかね。iPad はこれなんでしょうかね。はい、それで外観比較をね、したいと思います。で、見てください。こちらスペースグレー4機種をね、並べてみましたけどもね、右の2つがね、新しいもの2つですね。で、左側が、まあ、その前と前が少しね、明るい色のスペースグレーだったんですね。で、まあこちらね、この左側 iPad 第6世代ですけどね、まあこちらのまあ進化版っていう感じにね、まあ、今回の iPad mini と Air はね、捉えたらいいのかなってとこですけどね。まあ、こちらの、まあ、このカメラなんかは、まあね、スペック上は同じようですけどもね。まあ、果たしてね、この、トリアージどうなんでしょうかね。で、外観で言うとね、上が iPad mini で、真ん中が第6世代なんでね。まあ、この2つはね、出っ張ってないタイプなんですね。で、下は Pro がね、2機種ですから、まあ、これね、出っ張ったタイプということでね、まあ、画素数もね、ちょっと違うんですけども。で、恒例の積み上げをね、やってみたんですけどもね。まあ、やはりね、これグレー以外もね、積むとかなりね、迫力ある見え方になるなぁなんていう風にね、まあこの割れながら思ったわけですけどもね。結構ね、この重いんですよね、持つとね。で、まあこちら、まあこのね、 iPad 第6世代と厚みがね、違うんですよね。で、これね、断面で見るとね、この第6世代よりもね、今回 6.1 ミリで薄くてですね、で、10.5 インチとはですね、カメラ以外の場所は 6.1 ミリで同じ厚さになっています。で、あとはね、スピーカーの方をね、チェックすると、まあこれミニの方はね、2スピーカーということで、まあこの下側にね、2箇所という感じでね、上にはね、ないんですよね。で、まあ対してプロはね、10.5 インチも11インチもですね、まあこの上の側にもね、スピーカーがあるということで、まあ4スピーカーってことでね、結構ね、迫力のある音がしています。で、まあ何にしてもね、この iPad mini はもうとにかくこのサイズが強みですよね。もう片手でもね、持てたりしますしね、両手で持ってもね、結構持ちやすい軽さもあってね。まあ結構ね、私はね、このサイズ好きなんですよね。で、それではね、動作チェックの方をね、したいと思いますが、まあセットアップはね、もうお見せしてもね、まあいつもやってる通りなんでね、まあこの、まあ電源入れてね、その後、こちらのクイックスタートっていうのがね、非常に便利で、まあ、今で言うとね、もうこうやって iPhone 近づけて、こうやってね、読み込むだけでね、設定の一部を、まあ、これね、移行してくれるというね、感じで。で、これね、もうセットアップ終わったんで、まあ、サファリの方をね、立ち上げて、ちょっとね、ウェブを見てみたんですけどね。で、まあ、読み込みはまあ、ネットに依存しますが、このスクロールがね、結構ね、スムーズでね、まあ、やはり A12 のね、ああこのプロセッサーがいいなってことと、あとはこのフルラミネーションのディスプレイ、これがね、 iPad 第6世代の場合はですね、
まあ、これ少しね奥まった感じに見えてたんですけどもね、まあ、今回の iPad mini はフルラミネーションなんでね、まあ、これ非常にガラス面にね近い位置にあるんですよね。まあ、見やすくて Apple Pencil もねこの操作なんかがしやすいんじゃないかってことがね予想されますね。でカバーの方2種類ね購入していたんでこちらをまあね試してみたいと思います。でこれはですね純正のスマートカバーですけどもね、まあ、色合いともにねぴったりという感じで、でこの12サウスのねペンシルスナップっていうのもピタッとねつくんでね、もうこれでもう完璧なね電子手帳って感じで、これは ESR っていうところのですけどね、でこれもねサイズぴったりだったんでね、まあ、これいいんじゃないでしょうかね。こんな感じねガンガンね持ち歩くのに使えそうな感じがいたしますね。はい、それでベンチマークテストを Geekbench 4で行いました。まずはね CPU の方ですけども、まあ、こちらを同時にねスタートしてですね、まあ、様子を見ていきたいと思います。でここからね早回しにねしてしまいましたけども、でまあ最初に終わったのは、こちら 10.5 インチですね。でその後続いて11インチがね終わってですね、まあ、あとはね残り2つ出ましたけどもね、やっぱりね A12 ってことでですね、まあ、この iPad Pro 11インチに次ぐね2番目のねスコアが出ていたということで、でまあ 10.5 インチのプロにはね少しね上回ってますよね。2000ぐらい上回ったのかな。でまあ第6世代にはねもうぶっちぎりで勝ってしまうというね、まあ、そんな感じになっておりましたけどもね。でお次はですねこれコンピュートというね項目、まあグラフィックの方ですけどもね、まあグラフィックはね iPad Pro 10.5 インチね強かったんで、今回どうでしょうか。でやはりね先に終わったのがプロ2機種でしたけども、でまあ、少し待ってるとね、まあ、最後、iPad の第6世代も終わりましてですね、まあ、こんな結果になりました。やはりねこの X 付きのねプロセッサーは、まあ、グラフィックに強くなってるんでね、まあ、プロ2機種がね、まあ、1位2位に行ったということでね、まあ、今回のね、まあ、この iPad mini はね A12 で X ないんでね、まあ、それで、まあ、これね勝てなかったですが、それでもね2万超えというねすごい数値を出していましたね。でディスプレイの大きさの比較でございます。でまずはね映画のアスペクト比からですけども、でまあ横長なんでね、まあ、こんな感じに、まあ、映りますけども、まあ、ちょっとねこの角度だと見えにくいんでね上から撮影したのがこういう感じですね。でやっぱりね iPad mini はね少しね映画のアスペクト比だと、まあ、かなりねちっちゃいなという印象ですけどね、まあ、やはりね、上下に帯はね、まあ、どの道出ますが特にね画面が小さい感じがしますよね。でまあこの iPhone XS Max なんかのね、まあ、並べてみるとね、まあ、大差ないんじゃないかなんてね感じもしますけどね、まあ映画にはね、まあ、そんな迫力は見出せないかもしれません。でお次16対9ですね、まあ、普通のワイドの動画、まあ、これはね結構ね遜色なくね、まあ、もちろん絶対的な大きさは違うんですけども、まあ、かなりね見やすいんじゃないかっていう見え方をしていましたね。でまあ、今日ね、ドラマをちょっとね見てみましたけどね、まあ、机に置いてみるにはね十分な、ね、大きさなんでね、まあ、結構活躍しそうですね。でお次 Kindle のようなこの電子書籍ですよね。でまずはねこの小説系、まあ、文字だけのやつですけどね、まあ、このような見え方になるということでね、まあ、これ持ってみるとねやはりね軽さも手伝ってかねとっても快適に感じますよね。まあなんか新書版みたいなね大きさというかね、まあそんな印象でしたけどもね、うん、かなりねこれいいんじゃないかな Kindle として。で上から見るとねこのような感じですね。まあ残りの3機種よりも小さいですけども、むしろね持ちやすいですね。でこれはマニュアルのようなね、まあ、雑誌っぽいものをね、まあ、ちょっと出してみましたけどもね、まあこれもね文字も、まあ、グラフィックもね、まあ、遜色なく見れるんでね、まあ、この軽さも手伝ってか、まあ、グラフィック的にはねちょっとね迫力は欠けますけどもね、まあそれでもねこれかなりね電子書籍に良さそうな気がしますね。でこちら写真の方のね表示ですが、これは一眼レフでね撮ったものですね。でまあまあ確かにねこの11インチ 10.5 インチ、まあこの 9.7 インチとね、まあ、サイズ感は違いますけどね、まあ、このドットの密度がね細かいんで結構綺麗でしたね。でスピーカーです。ちょっと音聞いてみてください。なんか結構思ったよりいい音でね、こ
これは第6世代で少しね迫力ありますけどね。で4スピーカーですけども、とまあですね、結構ね4スピーカーより迫力はないですけど、かなり綺麗な音に感じましたね。はい、お次は Apple Pencil をね試してみました。まずはね GoodNote 5というね手書きノートアプリからですけどもね。でこちらですね、まずはね文字を書いてみましたけどもね、やっぱりねこのフルラミネーションっていうのもあってですね、まあ、ペン先のコントロールがしやすいようなね印象を受けましたけどもね。でまあこんな感じでね、思った場所にペンが行くというね感じなんですけどね。であとはね、まあ、遅延なんかについてはですね、今回のって 120Hz じゃないんですけどね、画面は。なんですけど、まあ、ちょっとね直線なんかをね引いて試してみると、まあ、こういう感じでね細かい動きなんかにもねススッとね対応してきますしね、結構ねなんか操作感なんか iPad 第6世代よりいいような気がしますね。でこうやって直線、長く引いてみると、まあ、遅延がねあんまりないんですよね。これ見ていただくとかなりねついてきてる感じがあると思いますけどね、なんかね手書きノートとってもね快適な感じがしますね。波線も問題ないですしね。で、クリップスタジオですね。こちらはまあねイラストとか漫画の方が使うやつで、これはね鉛筆書きのねペンでねやってみますけどね、まあこのようにねこちらもまあ波線とかね遅延がそんなに感じないですね。でまああとはね文字なんか書いてみると、まあ、このようなね感じで、レイテンシーそんなにもうほとんど感じないですね。結構ね優秀ですこれ。直線もね遅れてないですね。でイラストをねちょっとね描いてみますね。でこういったまあさーっとね擦るようなね線もね、まあ、この筆圧感知がねしっかりしているんで、まあ、これね描けるというね感じでですね。でここからまあ早回しにしますけども、まあ、このようにですね、まあ、この太い線ね描いたりするのもねぶれないですし、結構ねいろいろ、まあ、iPad Pro もね、描いてきましたけどもね、まあ、遜色ない描き味とね言っていいんじゃないでしょうかね。まあ、大きさだけのね問題でしょうかね。はい、それでねカメラなんですけどね、このバックカメラね8メガピクセルなんですよね。プロはね12あるんでね、まあそのあたり、まあ、動画も含めて性能がちょっと違うんですがどうでしょうか。でこちらね iPad mini なんか結構ね発色がいいですね。思った以上にね綺麗に撮れていてびっくりしました。でこちらね iPad の第6世代ですけどね、これがね 2,3 回撮り直したんだけど全部ねこうなったんでね、まあ、手ブレとかではないようですけど、ちょっとねくすんだ感じがしますよね。でこちら iPad Pro 10.5 インチ、まあこのあたりねやっぱりね、まあ、この発色とかねいいんですけどね。で11インチの方になるとねもっとね発色とキメがね、まあ、いいんでね、まあこのあたりねやはりね、まあ、プロとの差はねやはりねカメラはあるなという印象ですけど、ただまあ比べてみるとね iPad Pro 11インチとですね、まあ、この今回のミニがですね発色の傾向がね近いんでね、まあ、そのあたりね、なんかソフトウェア上ね、そういう傾向になってんでしょうね。で、動画の方はね、シャッターチャンスがあんまなくてですね、まあこれ残念ながらね、ちょっと比べる素材としてはいまいちなんですけども、まあ、やっぱりね、このプロはね、60fps で撮れるんでね、まあ、このあたりね、やっぱり動画ではね、かなり差が出んのかなというね、まあそんな印象を受けましたけどね、写真は良かったですけどね。であとは純正メモによるスキャンということ でこのようにですねメモアプリから書類をスキャンしてみましたけどね、チラシのようなものですね。でこれまあ比較するとですね、まあ、ちょっとね黒の潰れ具合が、まあ、このミニはね強めではあったんですけども、まあそれでもね全然その書類のスキャンとしてね、まあ、この仕事に十分使えるような感じでですね、まあ、これもね戦力として、まあ、いいんじゃないでしょうかね。はい、ということでちょっと長くなりましたがファーストインプレッションはねとてもいいものでしたね。で、まあ、カメラのね写真が特にね、思っていたより良かったんでね、これはねなんか使えそうという印象と、まあ、何よりねやっぱりねサイズがいいですよね。これね機動力抜群ですね。
で重さ測るとね、やはり本体だけで 305g ですしね。でスマートカバーをねつけた状態でもどのぐらいかというと、365g なんですよね。でまあこれね、プロの11インチなんかね、まあ、結構ね重くて、まあ、510g とかですからね、まあ、これと比べるとね本当に機動力がねあってね、まあ、持ち運びにぴったりとね言えるんじゃないでしょうか。まあそれで、まあ、今回はね、まあ、この程度の内容になりましたけども、まあ、もう少しね、まあ漏れてるものをね、まあ、この後日ねやろうと思っています。そちらもお見逃しなくご覧ください。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。